フーゴー・エルンスト・マリオ・シューハルトは、ドイツ出身で、オーストリアで活躍した、言語学者、文献学者。ロマンス語が専門だが、他に、バスク語、ケルト語、クレオールタの混合言語などを広く研究した。また、青年文法学派への批判でも知られる。フーゴー・シューハルト・ヒューゴー・シュカート・シューハルトは、チューリンゲン州ゴータで生まれた。1859年に、イエーナ大学に入学。 クーノ・フィッシャーやアウグスト・シュライハーに学んだ。1861年には、ボン大学に移り、オットオヤーン、フリードリ・ヒ・リッチュル、フリードリ・ヒ・ディーツに学んだ。1870年に、ライプツヒ大学の志向士に就任。1873年にハレ大学のロマンス、語文献学教授に就任した。1876年に、オーストリアのグラーツ大学に移り、 1900年に体感した。グラーツでは母の名にちなんでビラマルビーネと命名された邸宅を作ったが、シューハルトの没後はグラーツ大学の所有になっている。ボン大学の博士論文をもとに書いた初期の著作、ベアボコリズマスでベルガーラティンズを除くと、シューハルトには自らの言語理論をまとめた著書がなく、論文は様々な雑誌に分散している。 1922年に彼の数百の論文を主題ごとにまとめ直したシュカート・ブレビーアが出版され、これによってシューハルトの考えの概略を知ることができる。シューハルトは早くから言語、方言、解放言などの区別が相対的なものに過ぎないと考えていた。言語は個人ごとに異なるものであり、その違いが伝播する様子を水面の波が広がる様に例えた。 このことを、シューハルトは1870年の講義で述べており、ヨハネス・シュミットの波紋説より早かったが、シューハルト説が実際に出版されたのはシュミットよりずっと遅かった。シューハルトは言語の歴史的研究を否定はしないが、当時の言語学が歴史的研究に重点を置きすぎていることに反対し、言語研究は現在から始めるべきであると主張した。また、 和者個人の心理に重点を置いた言語心理学を提唱した。シューハルトは1885年に小冊し、音法則について青年文法学派に反対するを交換した。この書物の中で、シューハルトは青年文法学派の言う音変化の法則が自然界の法則と異なって一回性のものであることを指摘した。また、 青年文法学派が音変化が例外なく起きるとしたことに反対した。シューハルトにとって音が人間の意思と無関係に変わるという説はロマン主義的な思い込みに過ぎなかった。シューハルトによれば言語は家庭であって発話する個人の性格、文化、年齢、性別などに依存する。音変化はある少数の語について特定の個人によって始められ、それが他の語や 他の人間に広がるという新しいモデルを提出した。音法則は単に広がった後の状態を観察したものに過ぎなかった。シューハルトはまた語源研究において音変化ばかりが強調される当時の風潮を批判し、個々の語の意味の変化の研究の重要性を説いた。その目的で語の地理的分布の研究の重要性を指摘した。これは、 後の言語地理学を予見するものであった。シューハルトは1875年にウェールズ地方を訪れた。この前後に多くのケルト語関係の研究論文を書いている。1880年代以降はクレオールやバスク語を熱心に研究した。またクレオールに限らず混合言語の研究に大きな貢献をした。シューハルトによれば、 すべての言語は多かれ少なかれ混合言語なのであった。さらにボラピュークのような人工言語の研究も行った。ただし特定の人工言語を支持したわけではなかった。バスク語については100本を超える研究論文を書き、他にバスク語文法の入門書も書いた。シューハルトはロマンス語派とケルト語派の深淵関係を論じた。また、バスク語の系統については、 様々な説を立て、ケルト語派、イベリア語、ハム書語、カフカス書語との深淵関係を論じたが、現在において認められているものはない。シューハルトの理論は、比較言語学万能の当時においては、必ずしも評価されなかったが、青年文法学派の代表であるヘルマン・パウルの言語主原理では、音法則が自然界の法則と意味が異なることを示し、また、この今後を、 言語の根用で、シューハルトの研究を引用している。シューハルトは、クレウォール研究の草分けであった。シューハルトは、バスク語話者以外で、バスク語を研究した代表的な人物の一人であり、1918年に、バスク語アカデミーが成立すると、シューハルトは名誉会員に選ばれた。シューハルトのバスク語入門書は、1968年に、再版された。には、 彼の名を冠した、シューハルト通りが、グラワーツには、風合シューハルト通りがある。ありがとうございます。